はい、皆さんこんにちは、BDJ の小林です。今回はダンベルレッグカールのやり方を解説していきます。レッグカールというとね、マシンを使ったレッグカールを想像する方はほとんどだと思うんですけども、実はダンベルでもレッグカールができるんですね。そしてダンベルのレッグカールって見かけよりもかなり負荷が高いので、例えば自宅でね、ダンベルぐらいしかないけど頑張ってトレーニングしてますとかね、なかなかジムに行けなくて自宅でのトレーニングでしっかり全身鍛えたいです、そういう方なんかにぜひねチャレンジしていただきたいのがダンベルレッグカールになります。やり方としては、床にうつ伏せになっていただいたら、床にね立てかけたダンベルを両足で挟んでいただいて、でそのままレッグカールをやっていただくだけです。すごいシンプルなんですけども、すごい効きますので、ぜひやってみてください。注意点としては、膝が90度になるところまで曲げると、もう そこから先は負荷がかからなくなるので、膝が90度になるまで上げたら戻す、で膝が90度になるまで曲げたら戻すという感じの可動域をとってやっていただくことと、負荷が強くなってくるとお尻がね浮いてしまう、曲げてくるときにお尻が浮いてしまう、こういう感じになってしまう、そういう方はいらっしゃるので、しっかりねお腹は全体ベタッと床につけたまま動作を行うようにしてください。あとはかなりですね、想像しているよりもかなり負荷が強いので、本当に軽めのダンベルから始めていただきたいということと、ダンベル両足で挟むのに慣れてない方はダンベル途中で落としちゃったりする危険性があるので、まあ床に落としてねフローリングが傷つくぐらいだったらまだいいんですけど、ご自身のね背中の上に落ちてきちゃって背中怪我しちゃったとか、そういうことにならないように気をつけてください。今回はダンベルレッグカールのやり方について解説をさせていただきました。なかなかねご自宅でやるには勇気がいる種目かもしれませんけど、もう非常に効果的ですので、ぜひぜひね、できそうな方はチャレンジしてみてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。